モーリスコマーシャル J タイプは、モーリス社の子会社である、モーリスコマーシャル社により1949年から1961年まで、販売されていた 10CWT クラスの版である。1952年に、モーリス社の親会社である、ナッフィールド・オーガニゼーションとオースチン社が合併し、ブリティッシュ・モーター・コーポレーションに再編されると、コマーシャルの名称は外され、この版は、 モーリス J として販売された。コマーシャル J タイプは当時の傾向であったキャブオーバー型を採用し、両側にスライディングドアを備えており、ハンドル位置は左右両方が製造された。完成車と同様に J タイプは外部のボディ仮装メーカーにシャーシのみでも供給され、ピックアップトラック、ダンプカー、アイスクリーム販売車、牛乳配送車などの用途の車両が作られた。 多数が郵便局で購入されたが、前後のゴム製フェンダーを備えている点が、標準モデルと異なっていた。J タイプは、当時のモーリス・オックスフォードのエンジンを元にした 1476cc の4気筒サイドバルブエンジンを搭載しており、3速のトランスミッションと当初は、スパイラルベベルギア型リアークスルを通して、後輪を駆動していた。リアークスルは後にハイポイント型に変更された。 J タイプは1957年にオフの BMCB シリーズエンジンと4速トランスミッションを搭載された時に JB となった。オースチン版の J タイプは1957年にオースチン101として市場に導入されたが、モーリス版との際は付けられているバッジだけであった。コマーシャル J タイプは4 8 6 0台が製造され、1六十一年はじめに、 モーリスコマーシャル J4 に代替されて、生産は終了した。ありがとうございます。